皆さんおはようございます。ペン字満載です。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。今日は6年生常用漢字の疑問の疑、疑うですね、説明をしていきます。まず今日の字の特徴としては、右側の字のこの払いですね、払いを矢が避けることを前提にデザインされております。で、火をある程度小さく書いて、矢の1本目の短い横線がだいたい上下巻の中心に来るように書いてもらうとしっかり避けられますね。それから頭の高さですかね、少しカタカナの間が下がった位置から始まります。だいたい火のここの横線と同じぐらいの高さでしょうか、横線の一番高いところと同じぐらい。はい、それでは1画目から書いていきます。まず少し下がったところからですね、グッと押さえて左肩下がりに降りていきます。だいぶ書き始めが中心に近いですね。はい、少し左ぐらいで、ここ一度斜めに押さえて途中で丸く方向転換します。ここのラインは揃えていいと思います。右ラインですね。で、こう見てもらうと、上と下とこう火を見てもらうと、上の長さがだいぶ長いですね。ここいいでしょうか。こんな感じで書いてもらった方がいいと思います。はい、続いてのの字ですね。グッとできるだけ近づけて、のの字一度斜めに押さえて、のの字払ってすぐ、右上がりですね、短い線。はい、はい、上は短い、下は長く書いてますので、この右ラインも少しここが出るようにですかね、ここもあんまり行き過ぎないようにしてください。で、続いてここから赤のラインを見てもらうと分かると思いますが、のの字も少しはみ出てますが、ここすごく出てますね。左側長くしてください。で、ふっくら右上がり、でここも中心ぐらいまでにはやめといてくださいね。で、続いてここくっつけて斜めに押さえて、のの字で、ここもだいぶ左払い大きいですね。で、点は本当に控えめに、やりすぎなぐらい控えめに書いてもらいます。で、続いてカタカナの日よりも下がって、だいたいここのラインと合わせてもらってスタート、ふっくらですね、ふっくら右上がりで、クッと曲がってもらって押さえですね。押さえはなんか少しこう右上の方がふっくらしているような感じがしますね。はい、だいたいこれが上下巻でいくと、火の終わりと同じぐらいの高さにしといてくださいね。いいですかね。頭下げたからといって間が下に下がるわけじゃなくて同じぐらい。で、続いてここもふっくら右上がりですね。長い、ちょっと中心を左に越えております。ふっくら右上がりで鋭角にクッといってください。なんとなく斜めにしないでくださいね。できるだけ鋭くいってください。で、続いてここくっつけて斜めに押さえてまっすぐ、はい、これもだいたいここの、まあ、ここくっついてないですが、ここの合流点と同じぐらいの高さでしょうか。はい、で、今書いた縦線の真ん中あたりに右上がりで線を入れていきます。ここよりは控えめですね。はい、で、続いてここできるだけ近づけてください。今書いた横線に近づけて、ここ隙間あんまりないですね。グッと押さえながら近づけて、離れていきながらのの字、矢を避けていきますね。はい、足の高さで、続いてここ、ここをかすめながら3対1ぐらいでしょうか。最後平らではなく少し右上がりに行ってくださいね。はい、ここのラインと見るとここ少し出てる、で、ここだいぶ出てますね。はい、ここがだいぶはみ出る分はそんなに中心を考えるときに必要ないですね。多少はみ出ても大丈夫です。それでは書いていきます。一度グッと反対に押さえて、右グッと下がり、はい、左を長く、左を長く、控えめ、頭下がってふっくら、
はい、こんな感じですね。真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。